大会ということで、国放送について少しでも皆様方にご理解を深めていただくために街頭演説をさせていただきたいと思います。その前にですね、その前に地元この天王寺区を含めました大阪一区選出衆議院議員の井上秀隆衆議院議員よりご挨拶を申し上げたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。玉造駅ありがとうございます。車の中からありがとうございます。玉造駅周辺ご通行中の皆様方、そして多くの天王寺区、そして中央区民の皆様方、もう時間的にこんばんは、我々大阪維新の会でございます。本当に平素は天王寺区中央区の皆様方をはじめ多くの一区の皆様方に大変お世話になっております。衆議院議員の井上秀隆でございます。本日は後ほどですね、松井代表自らこの地に参って都構想皆さん住民投票賛成をお力を与えていただきたいというお訴えをですね、させていただきます。5時10分頃に松井代表を来るという予定になっております。で、今日は馬場幹事長、日本維新の会の馬場幹事長もこの地にですね、来て、いただいておりますので、そんなに長くはお話ししません。そして、ご当地選出の和田大阪府議会議員、そして金子大阪市会議員ともどもですね、この地に参らさせていただいております。どうか皆様方高い関心を持っていただいてですね、ぜひとも都構想住民投票に賛成、我々にお力を与えていただきたいというふうに思います。さまざまなですね、やはりまあ反対派はいろんなことを、まあ、おっしゃっているというふうに聞いております。やはり都構想になって特別区になると水道料金が上がると、税金が上がると、保険料が上がると、まあ、そういったことを言われています。これはですね、皆さん方ご理解いただきたいと思います。これは政策的な議論です。どなたが首長になるか、その首長の手腕によって住民サービスというのが大きく変わっていくのは、これはもうどこの都市でも一緒です。ですから決して特別区になったからといってですね、住民サービスが悪くなるということは絶対にありません。今我々が議論しているこの都構想というのはですね、制度論です。どういう行政の仕組みにするか、制度にするかという制度論です。我々は今までのようなですね、政令市とそして都道府県の大阪府という形で、どちらもが広域行政というものを2つに分かれてですやるということがもったいない、そしてまたそういうことを積み重ねてきた結果、まあ、様々なですね、若者行政によって府の遺産というのがです、発生しました。そしてそれを今の現役世代、大阪市民の現役世代はその負の遺産をですね、もろに両肩に背負って生活をしていってるというのが現状であります。で、そういった負の遺産を必然的に生むような政令政都市と大阪府の関係というのをですね、この際制度で根本的に変えていこう。今は知事と市長、吉村知事と松井市長、人間関係がしっかりできてます。同じ政党から知事も市長も誕生してます。ですから二重行政が一定解消しつつあります。これはもちろん当然であります。しかしこれはいつまでもですね、吉村知事が知事をやるわけではありませんし、松井市長が当然市長をいつまでもやるわけではありません。ですからいつかはですね、どなたかがまた知事、そして大阪市のままで存続すればですね、大阪市長になるわけです。でもそうなった時にはまたですね、同じような権限を持つことによって、片方が右を向けば片方を左、もし向いてたらです、ね、二重行政が発生する。でそういうことを二度と生まないために、根本的に制度を変える、特別区を作って、特別区は住民サービスに特化して、皆さん方の地域で医療、教育、福祉といった身近な課題にしっかりと応えてもらう。そしてまたそういう住民サービス、ありがとうございます、提供してもらえる特別区長をですね、それぞれの区民で有権者で選んだらいいわけです。そういうしっかりとした特別区長を選んでいただいたら、必ずその特別区長は住民サービス、いい住民サービスを継続してくれるはずです。でも政令市で
そのまま続いても財政状況が悪くなったら絶対にサービスは低下していきます。それは財政がしんどいんです。ですから制度、政令制度士だから今のサービスが維持できて、特別、ありがとうございます、特別区になったら今のサービスが維持できないというようなことは絶対にありませんので、ぜひとも皆さん方、車の中からありがとうございます、ご理解をいただいてですね、この制度論で皆さん方にしっかりとご判断をいただいて、ぜひとも都構想の住民投票を我々成し遂げたいと思っています。投票日は11月1日ですけれども、今でも天王寺区役所、中央区役所に行っていただいたら投票ができますので、ぜひとも我々にお力を与えるためにも賛成おかけをいただいて、私からの訴えさせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ただいまの訴えは地元天王寺区を含みます、大阪一区選出衆議院議員の井上秀隆衆議院議員でございました。それでは続きまして、日本維新の会幹事長衆議院議員、馬場衆議院議員幹事長よりご挨拶をいただきたいと思います。ご清聴よろしくお願いを申し上げます。皆さんこんにちは、日本維新の会衆議院議員の馬場伸幸でございます。この商店街の皆様方には長時間にわたりまして大きなボリュームで失礼をいたしております。これも我々大阪維新の会が大阪を良くしたい、今回こそ大阪都構想を成立させたい、そういう熱い思いがあるということをご理解をいただきまして、今しばらくご容赦をいただきたいと思います。私たち大阪維新の会、大阪の皆様方の手で誕生させていただいた政党でございます。今から10年前、橋下徹をリーダーとして大阪維新の会が立ち上がりました。10年前、皆様方と一緒に振り返ってみたいと思います。10年前、大阪維新の会が誕生してまず最初に行ったこと、大阪府議会議員の定数、そして報酬、こういったものをカットしました。身を切る改革、皆様方も聞き覚えがあると思います。そして公務員の皆様方にもそれをきっかけとして行財政改革、徹底的に協力をしていただきました。それから借金を返して、そして生み出された財源で今までなかなか日の当たらなかった、行政が手の届かなかった、そういう分野のサポートを始めました。大阪ではもう区下全体に幼児教育の無償化広がっています。この大阪市では中学生の皆様方の宿題助成、習い事助成、月に1万円のクーポン券お渡しをさせていただいています。47都道府県の中では一番最初に実行したのが私立高校の授業料の無償化、そして二重行政の象徴と言われてまいりました大阪府立大学、大阪市立大学、この両方の大学を経営統合して2年後には新しい大学がスタートいたします。この大学の授業料も無償化を今検討させていただいています。私たちはこうやって自分たちの身を切って覚悟を皆様方にご理解をいただいて、そして新しい市民サービスを作り上げてまいりました。今皆様方もあちらこちらでいろんな政党、いろんな団体の方が大阪都構想には反対してください、そういうことを言っているのをお聞きになられていると思います。あの方々がおっしゃっている理屈は、大阪都構想が成立をすれば今までの市民サービスが悪くなる、低下をする、そういうことを言っているんです。まあね、こういう街頭でご説明をさせていただいたら必ずそういう質問がねいただけることになっているんですけれども、私たちが自分の身を切って作り上げてきた
新しい市民サービス、なぜ私たちが大阪都を作ってこのサービスを低下悪くさせるんでしょうか。私たちの言っていることが本当のことなのか、はたまた他の政党の方がおっしゃっているのが本当なのか、賢明な大阪市民の皆様方にはもうすでにご理解をいただいていると思います。ですから職場や喫茶店やいろんなスーパーなどでそういうお話をお聞きになられましたら、いや違うよ、大阪維新の会は自分たちの身を切って財源を生み出して、それを新しい今までなかった市民サービスにつなげてきたんだ、だから大阪維新の会が大阪都構想が成立をしたからといってそういうことをするはずはない。ぜひね、今日ここにお集まりの皆様方は友人知人皆さんにぜひお伝えをいただきたいと思います。5年前にも皆様方に大変なお力添えをいただいて大阪都構想チャレンジをさせていただきました。1回目の時には残念ながら皆様方に大変なご助力をいただきましたが、もう一歩あと一押しで惜敗という結果でございました。以来5年間我々はいろんな皆様方の意見をお聞きをしてまいりました。いろんな選挙で大阪都構想の必要性、大阪都構想の中身、こういったものを皆様方にご説明してまいりました。大阪府議会、大阪市会では何十回、何百回とこの大阪都構想の議論もしてまいりました。今回5年ぶりに新しい大阪都構想、皆様方にご提案させていただいています。この大阪都構想はいろんな皆さん方の意見を取り入れた結果、なんとね、前回は反対でありました公明党の皆さん方もこれなら大阪市民のためになる、大阪の将来のためになる、そういうことでね、今回賛成をしていただいているんです。特に今日18日の日曜日朝から公明党の山口代表が大阪にお見えになりました。そして梅田、難波、天王寺3カ所の駅頭を回っていただいて、大阪都構想の由来、そしてなぜ公明党が今回この大阪都構想に賛成をしているのか、そういうことをね、説明していただいたんです。そしてね、公明党さんだけではありません。今回賛成に回っていただいているのは自民党の中にも、立憲民主党の中にも、国民民主党の中にも、本当に将来を憂いている、今のこの行政制度、地方自治制度ではダメだなと思っていただいている議員の皆さん方や関係者の皆さん方が実は賛成していただいているんです。我々を後ろから後方から応援していただいているんです。皆さんね、言われているような市民サービスが悪くなる、行政サービスが悪くなる、本当にそういう制度であれば他の政党が5年前とは態度を変えて賛成をするはずがないと思われませんか。私たち大阪維新の会は今回のこの大阪都構想については皆様方に自信を持ってお勧めをさせていただいています。この大阪都構想がもし否決をされるようなことになれば、今言われているような市民サービスが逆に悪くなっていく、これはぜひ皆様方にご理解をいただきたいんです。ぜひ11月1日新しい大阪が誕生するか、または昔のような大阪に逆戻りをしていくか、それが判断される非常に重要な日になってまいりました。ぜひ昔のような大大阪と言われた大阪、
大阪の皆さんが夢や希望を持っていただいて、輝く大阪を私たちはこれからも一団結して作ってまいります。そのためには皆様方のお力が必要です。歴史が変わるときには民の力、ありがとうございます、民の力が必要なんです。今度こそ皆様方のお力添えで大阪都構想成立させていただきますように心からお願いを申し上げます。皆さんどうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ただいまの訴えは日本維新の会幹事長馬場衆議院議員でございました。それでは大変長らくお待たせをいたしました。ただいま大阪市長、また大阪維新の会代表であります松井一郎代表より街角都構想説明会を開催させていただきたいと思います。どうぞご清聴のほどよろしくお願いを申し上げます。どうもありがとうございます。皆さんこんにちは、維新の会代表の松井です。いよいよ11月1日大阪の未来を決める役所の制度、その形を皆さんに決めていただかなければなりません。この住民投票がスタートして1週間が経過をいたしました。まだまだね、皆さん方この大阪都構想どういうものなの、ちょっと混乱してる、本当に大阪が良くなるんだろうか、反対派は悪くなるってばっかり言う、こうなってくるとどちらを信じていいのかわからないなという方が非常に多くいらっしゃいます。そして今日はこの場所できちっと許可取ってますから、後ほど皆さん方に直接わからないところ僕に質問してもらおうと思います。聞いていただきたいと思います。我々のメンバーがパネルを持って質問を受け付けますんで、皆さんぜひわからない方はこの僕が少し説明させていただいた後にぜひ皆さん直接我々に問いかけてください。まず大阪都構想、皆さんシンプルなことなんです。大阪都構想って何か、二重行政、府市の対立、これをもう根元から断ち切っていきましょう、もうこれです。今は僕と吉村さん、橋本、吉村、松井で大阪の二重行政は人間関係で抑えております。人間関係で、でも皆さんね、橋本平松さんの時二重行政が溢れてたんです。府市で対立があちらこちらで起こってたんです。もう今からかれこれ10年前になりますから、大勢の皆さんこれ忘れてしまってる、なんか今うまいこと言ってるじゃないのということですけど、これは僕と橋本さん吉村さんで役所を一元化して動かしてるから二重行政がないんです。で、二重行政府市の対立で一番これまで損してきたのは大阪市民の皆さんなんです。二重行政でそれぞれ別々に経費を使うから皆さん方の税金がそういう無駄なところに投入されてた。今はそれを抑えてます。人間関係、これ具体的に申し上げます。僕と橋本さん、二重行政というのはまず説明します。大阪府と大阪市の二重行政というのは大きな仕事をすることの権限が大阪市と大阪府両方にあるということです。広域行政というものです。その大きい仕事ってどんなの、例えば鉄道を延伸させる、それから高速道路を作る、そして大きな都市開発をそれぞれ別々でやる、このような大きな仕事の権限が大阪府と大阪市それぞれにありますから、二重行政の無駄なところ、無駄遣いが発生するということなんです。僕と橋本さんになってこの大阪府と大阪市の大きな仕事の分野を一元化をしております。することによって経費が抑えられてきたということなんです。今申し上げました、大阪府と大阪市大きな仕事をするから、大きな仕事をするときに国と協議調整をしなければなりません。永田町霞が関に我々が
要望をしたり、永田町霞が関にから指導をしてもらったり、国との協議調整絶対必要なんです。なにわ辻線大きな鉄道を引くときも大阪府大阪市そして国それぞれが役割で財源を投入しなければあのような大きな仕事はできません。というわけで大阪府と大阪市はそれぞれ雛松橋本時代はそれぞれ東京に事務所を持っておりました。事務所これで皆さんご承知の通り東京は家賃も高いです。それぞれ事務所を別々で構えると事務所の家賃は二重払いになるんです。僕と橋本さんに代わってからもう東京事務所は一元化、なんでそれぞれ別々で事務所持つの、一本にしようよということで一つにまとめました。橋本さん、入松さんの時は別々であったんです。僕と橋本さんになって一つの事務所にまとめました。当たり前のことです。家賃は半分になりました。人もそれぞれ今まで別々で手配してたのを一体で職員を送り込むことによって経費も抑えることができました。さらに例えば海外の事務所です。大きな仕事をするから大阪府も大阪市も海外の事務所それぞれ別々で持ってます。上海に大阪の商品を売り込もう、上海市との交流を進めていこう、留学生を受け付けよう、そういうことで上海に事務所がそれぞれ別々バラバラ2つです。これを橋本さんが市長になる僕の時代で一つにまとめました。このように大きな仕事をするにはそれぞれが組織を持たなければならないし、その分経費もかかるということなんです。これらの事務所これを一つにまとめるだけで年間数億円のお金が浮いてきてるんです。これがこれ我々が二重行政の今無駄を人の関係によって経費を抑えている一番分かりやすい例です。他にもいっぱいあります。大阪府も大阪市もそれぞれ中小企業を支援する融資を支援するための信用保証協会、これも橋本平松時代はそれぞれバラバラ、組織は税金を投入して運営資金を出さないと動きません。当たり前のこと、そこに人がいるんですから、その人たちの給料も払わなければならないんだから、これを僕と橋本さんの時に一元化しました。中小企業の皆さん、今までそれぞれ別々あったからどっち行ったらいいんだろう、そういうことで悩まれてた事業者もあります。一つにまとまったら窓口一本化、分かりやすいですよ。もうそこ行けばいいんだから。これ一つにまとめることで年間3億円経費が抑えられます。あれやこれや二重に重なっているところ、人間関係で今は一つにまとめるから、そのような無駄な経費は使っていません。無駄な経費を抑えると財源が生まれます。当たり前のことです。その財源と大阪が一つになることでさらに効果が出ているのが民間の皆さんの事業、民間の皆さんが仕事をする、そのために大阪をこういう方向で成長させようという成長戦略を一元化することで民間の皆さんの事業の投資先が明らかになってまいりました。これも大阪府と大阪市、平松橋本時代は2つバラバラだったんです。皆さん頭の中に大阪の地図を思い浮かべてください。大阪府中のは全国で2番目に狭いんです。本当は一番狭かった。関空埋め立てまして土地が増えまして、それで少し大きくなって香川県をちょっと大きくなっただけなんです。47都道府県で下から2番目に狭いこの大阪のエリアのど真ん中が大阪市なんです。重なり合ってます。大阪府と大阪市は別々のところにあるんじゃないんです。重なり合ってるのに大阪府と大阪市でそれぞれ大阪の経済を成長させる戦略がバラバラ、これでは民間の皆さんどちらの戦略にのっとって事業を拡大していけばいいのかな、混乱しますよ。これが橋本平松時代はそうだったんです。僕と橋本さんになって
成長戦略一元化をしよう。そしてその成長戦略の中身として大阪に新たに2つの産業の柱を作っていこうよ。一つは観光をしっかり大阪の産業の柱にするというところ、そしてもう一つは健康というものをテーマにライフサイエンスやウェルネス、こういう分野をしっかりとサービスとものづくりで作っていきましょうよ。この2つの柱を打ち立てました。この柱を打ち立てることで大阪の企業の皆さん、事業者の皆さん、分かりやすくなってきた。大阪はこれから観光という部分に力を入れるんだよね。じゃあその観光分野に新たな投資をしていこうよ。こういう形で民間の皆さんが働きやすい、仕事をしやすい、ビジネスを拡大しやすい、そういう明らかな指針を作ったわけです。観光は本当分かりやすい形で成長をしてまいりました。僕が大阪府知事になった2011年、大阪に来てくれる外国のお客さんは160万人だったんです。それが2019年には1200万人を超えるお客さんが来てくれてます。今はコロナで、それはもうどの国も入国制限、出国制限してますから、今は来てないですよ。でも世界中の人がコロナが落ち着けば行きたい国のナンバーワンは日本だし、その中でも行きたいエリアのナンバーワンと言われるのは大阪と言われるようになってきたんです。僕が知事になった頃はそんなことは全く言われてません。これはどうやってそうなってきたのか。大阪府と大阪市で成長戦略にしっかり観光という柱を打ち出して、そして府と市一体で観光局という組織を作って、一体で大阪のプロモーションをやる、そして観光客が観光に入ってきて大阪市内で宿泊する、食事をする、全ての観光客のルートに沿った形で過ごしやすい環境を作っていった。例えば全て多言語で、言語を多言語にして外国の方が過ごしやすい環境を府市一体で作ってきたから、大阪というものの魅力を旅行者の皆さんに感じていただけるようになりました。1200万人の方が来ていただいた、だいたい1人当たり10万円から15万円消費してくれるんです、お客さん。で、1200万人の人が10万円使っていただくと、年間1兆2000億のお金をこの大阪で消費してくれてるんですよね。これが観光に携わる皆さん方、サービス業の皆さん方の売上に貢献をしてきた。売上が伸びれば利益も上がります。その結果、利益が上がれば皆さん、税収は増えるんです。大阪府の法人税、大阪市の法人税、この半年間で大阪府で 1.7 倍です。金額にして1780億円伸びてまいりました。大阪府でも法人市民税 1.3 倍です。308億円税収が伸びております。我々はこれを自分たちが支持しようとして旗を振ってやってきたから、具体的な数字が言えるわけです。これらの新しい財源、成長することによって税収が伸びた部分と、二重行政の無駄をやめて経費を抑えたお金で、今まさに大阪では特色ある住民サービスと皆さん方が評価されるサービスをスタートして継続することができるんです。皆さん、ここでちょっと考えてもらいたいんです。反対派の皆さんがよく言うんです、大阪の特色あるサービスがなくなる、何の根拠もなくなくなる。サービスを実施するには財源がなければできません。じゃあ彼らが言う特色あるサービスってどういうものなの。彼らの反対ビラにもはっきり書いてある。それは何か。例えば子どもの教育費です。子供、大阪では子どもたち中学行くときに、家庭の環境の差で学力格差につながらないように、子どもたち中学生の塾代助成月1万円補助をしております。それから子どもたちの幼稚園保育園、これも同じ理由で教育費無償化です。幼稚園保育園3歳から教育費無償化実施をしております。
それから学校給食です。もともと橋本さんになる以前、大阪は給食がありませんでした。中学校のその時は中学校給食っていうのはお弁当でいいじゃないか、そんなことを反対派の皆さん言ってた。でも橋本さんが知事に、大阪市長に就任をした時、これやっぱり給食必要ということで、これからの時代家庭環境も大きく様変わりしてきた。共稼ぎでなかなかお弁当を作る時間が取れない家庭もある。一人親世帯でお弁当が負担になっているところもある。家庭の環境の差が子どもたちの栄養の差につながらないように、やっぱり給食やろうよということで、橋本さんが給食をスタートしたんです。最初は評判がよろしくなかった。宅配のお弁当ですから冷たい、そしてまずいということで評判よろしくなかったのを、吉村さんが今度市長引き継いだ時に温かい給食を提供しよう、自公調理方式というのがスタートいたしました。そして今年僕が市長になって、このコロナ禍においても子育て世帯の負担は大きくなっている。やはりそんな中で何とか支援するためには給食はもう無償にしようよということで、4月から小学校中学校給食無償化を実施してます。これらは財源が確保できるからできてるんです。橋本さん以降にやってきた特色あるサービスなんです。彼らが言う特色ある大阪市のサービスっていうのは平松さんの時はできなかったんです。二重行政で無駄遣いしてる、二重行政で大阪の経済衰退してるから税収も上がらない、そんな中で財源がないからできなかったんです。今は徹底的な二重行政を抑えること、改革をし税収を伸ばしてこれらのサービスを実現をしているわけです。今のこの形、人によって成り立っております。僕と吉村さんだから東京の事務所も上海の事務所も一つなんです。例えば僕が吉村さんと仲違いをして、じゃあもう一度東京で事務所作ろうよということをすれば、大きな仕事をする大阪市ですから、また別々の事務所を設置してしまうんです。今まで橋本平松時代はそうだったんです。太田磯村時代もずっとそうだったんです。人が変わればまた二重に投資をすることが可能になってしまうんですよ。そのような状況を根元からもう二重に投資しない、そのためにはどうするか、大きな仕事をする役割は大阪府に一元化をする、二つになっていないんですから、大きな仕事をする役割の役所が大阪府に一元化すれば、人が変われば変わっても二重にそのような形で経費を使うことはなくなります。大きな仕事は仕事見合いで大阪府に一元化をして、皆さんの身近な仕事は今度は大阪市長一人ではなくて各エリアに選挙で選ぶ特別区長を作り、今の270万一人で市長が市民の皆さんのニーズを聞くよりはよほど世に僕と同じ基礎自治体医療福祉教育の権限を持って予算編成ができる、そういう役所の組長を4人作る方がよほど皆さんの声を聞いて役所の運営ができるようになります。この制度が東京都で導入されている都制度というもんなんです。今この制度は東京都だけです。しかし皆さん、東京も1943年まで、それまでは東京府、東京市だったんです。その時に東京府と東京市は揉めておりました。当時は戦時下ということもあって、内閣総理大臣が一発で都制度というものを導入して二重行政なくせという形に東京都が出来上がってるんです。その後東京都で各それぞれの区がやはり自分たちで区長を選んで自治権拡充したいということで特別区が出来上がって、今東京の特別区は区長、区議会議員を選挙で選びながら身近な仕事を担う、そういう役所としてしっかり確立をされております。この形に変えていくことで、これまで橋本さん、平松さんまでの二重行政、府市の対立、
こういうものは二度とこの大阪で起こらなくなります。このような形を次の我々の子供や孫の世代にしっかり制度として確立をさせて引き継いでいこうよというのが今回皆さんにお願いをしている都構想賛成ということなんです。反対派の皆さんは不安を煽ります。皆さん一番の彼らが言ってるのはね、公営住宅家賃上がりますとか言ってます。不営住宅、市営住宅、家賃上がったらどうするんですか。これこそ全くのデマです。皆さん、これ公営住宅っていうのは、国の公営住宅法という法律で定められてるんです。その法律の中には、この公営住宅の家賃っていうのは、所得に見合わせて家賃が決められてるんです。その金額までぎちっと書かれております。制度が変わることで、家賃が上がったり下がったり、そもそもそれはありません。それから反対派の皆さんは大阪府にお金奪われる権限奪われていいんですか。皆さんにお聞きしたい。僕も知事2期やりました。8年弱。今吉村さん知事です。我々が大阪府知事で皆さん方に不利益なことをしたことがありますか。大阪市民を別扱いしてましたか。全くそういうことはありません。なぜでも皆さん市民で不民なんだから、皆さんも知事を選んでるんだから、大きな仕事は大阪府が一元化することで無駄を排除できるわけです。同じ権限じゃないから対立することがなくなるわけです。今までの大阪府と大阪市、僕と橋本さんが市長になる以前も同じ権限を持って対立をする、そしてどちらが上か下かで揉める、もうくだらないメンツとプライドの張り合いですよ、役所の中の。そんなとこで皆さんの税金がまあ無駄に余分に使われてしまう。これを人によって今解消してますが、これは制度として未来永劫こういうことにならないようにしていこうというのが我々が皆さんにお願いをしている大阪都構想、東京都で導入している都政というものであります。で皆さん、この11月1日に自分たちの、まあ、時代だけじゃない、我々の次の子供孫の時代にやっぱり東京と切磋琢磨しながら日本の中で二極と呼ばれる大都市大阪を作りたいんです。僕は我々の子供や孫の時代に真面目に大阪であれば豊かになれる、そういう経済都市を作っていきたいんです。これをぜひ皆さんに賛成賛成と声を広げていただいて、この日本の中に一極集中ではこれは日本としても非常に心配なんです。二極、東京大阪二大都市と言われるその大阪をぜひ皆さんと一緒に作り上げたいと思いますので、皆さんの口コミが頼りです。今デマがあふれ返ってます。混乱している人も多数います。今日僕がここで説明させていただいた中身をで皆さん口コミで広げていただいて、何としてもこの大阪二度と二重行政を起こして無駄なお金を使わない、そして成長は一体で880万一体で成長する大阪を目指していく、そういう大阪をぜひ次の世代に引き継いでいきましょう。よろしくお願いをいたします。どうもありがとうございました。冒頭申し上げましたけども、今、まあ、さらっとね、もうこう、夕方のこの時間ですから、説明させていただいて、まだまだ不十分なとこあるかもしれません。皆さん疑問に思っているところ、ぜひ、そちらに、手を挙げていただいたら、我々のメンバーが皆さんのそばに行って、バイクを渡します。直接訪ねてください。どうぞ、質問ある方、遠慮なさらずに、僕らはね、今この住民投票においてね、まあ政治家無責任な人たちがいます。分からなかったら反対と言ってるそういうグループがあります。これはね政治家として僕はもうね許せないし無責任すぎると思う。僕は分からなかったら説明させてください、説明を聞いてくださいなんて、分からなかったら反対なんて言ってる政治家そのものがね、これもう無責任極まりありません。わからない疑問あれば僕に質問してください。よろしくお願いします。はい、どうぞ。
問します。はい。二重行政を辞めるとどれくらいの金額のお金がプラスになるんですか。今申し上げました。この間金額で言ってください。金額で。およそで結構です。金額で言うとこのいや事実申し上げますね。事実。二重行政を辞めて府市一体でこれこの間8年間をやってまいりました。先ほど申し上げましたけども、税収は大阪府で 1.7 倍になってます。大阪市は 1.3 倍になってます。これ2つ足すと2000億という金額になります。これが大阪の二重行政一体での僕は成長の効果だと、こういうふうに思います。それと、演説においてです、できもしないようなことをある政党が演説してますけども、市民は迷いますので、これを取り締まるとか選挙終わってからでもいいですから、何か対策はないんですか。できもしないことですか。難しいですか。え、難しいですか。いや、このできもしないことをね、言う政党があるんですよ。どの中身がどんなことなのか僕は分からないんですよ。中身はいろいろありますけども、そういう演説をして回る政党がありますから、これを信じてしまう人があるからね、それを止めないといけないと思いますから、この辺のところ、まあ、でもそれはね、政治家というのは、僕も知事秘書の時いろんな公約を掲げました。で、その公約を任期4年の間にやってるかどうかっていうのをね、やっぱり有権者の皆さんに判断していただいて、約束を守らない政治家っていうのは、やっぱりその退場してもらうという、まあそういうことに投票しないということで、やっぱりこう判断していただくしか、これは法律で取り締まるということはちょっとできませんから、やっぱり約束を守らない、そういう人たちは、やっぱり退場をさせる権限が、権利が、皆さん投票という形で皆さん持ってるわけですから、約束守らない人は退場、皆さん方でそこは判断をいただきたいと思います。ありがとうございました。質問大丈夫ですか。手挙げてください。どうぞ。マイクは消毒、お一人お一人消毒させていただいてますんで、ご安心ください。質問させていただきます。はい。ところで、無駄は省くというふうにおっしゃられています。はい。で、大阪府と大阪市の公私協定を一本化して大きな権限を持つということは、はい、大きな財源を持つわけですから、はい、その中で、無駄が、二重行政以外の無駄が生じる可能性があるんですけれども、はい、その無駄を、生じさせないための仕組みっていうのは何かありますか。これは議会です。僕が知事で予算を編成します。市長で予算編成します。それは、その予算を了承するのかどうかは、議会がチェック機関として機能するわけです。大阪府に権限が移っても大阪府議会でそこはしっかりチェックをいたしますから、今も大阪市長として大きな仕事やってますけど、議会の皆さんのチェックを受けて無駄なことをしないというような形で今役所を動かしていってますから、やっぱりこれ議会がそのチェック機能というのはやっぱりしっかりやっていくということであります。二重行政というのは大阪府と大阪市の両方でやるから二重になるんです。今度は大阪市に移るとこれは一重になりますから、そもそも二重という部分での無駄はそこで排除がされます。あ、もう一つですか。二重行政以外で今まで大阪市と大阪市のそれぞれで無駄を発生した部分があるんですけれども、はい、その部分というのは財源大きくなるからそこで無駄が生じたなっていう疑問があったんで今の考察になった。はい、大体わかりました、これはそれぞれの市長、議会がそういう二重、無駄な大きな
無駄を起こさないようにやっぱり市民の皆さんが選挙で監視していただくしかないんじゃないかなと思っております。僕らが言ってるのは、例えば技術統制で大きな仕事をした失敗、大阪府がビル建てた、大阪市がビル建てた、こういったとも失敗してます。これは武士 の無駄 なメンツプライドのもうしょうもない争いで、高さ争いした大失敗例ですけど、これ当時20年に会ってなかったらビルの失敗は日本じゃなかったんです。一本で済んでるんです。一本で日本のビル失敗するのがこれがより悪いでしょということなんです。それは人間ですから、政策を実行するにおいて失敗する知事も市長もいるでしょう。もっと言うなら、僕が府議会議員になった時、2003年です。当時の知事はやってはならない財政手法で、皆さん5200億大阪府民の、財源穴開けてたんです。今橋本、松井、吉村でそれ少しずつ返していってます。だから僕はその時に、当時の知事、僕はその時自民党でした。当時の知事さん、自民党も推薦してた。僕はずっと戦ってきましたよ。おかしすぎるんで。しかし力及ばずで、なかなか根元まで止めることができませんでした。ただ今回皆さんに言ってるのは、両方失敗することはないということなんです。大きな仕事しても昔は両方失敗するんです。これをまず二重行政で2つ失敗することはもう根元からやめていきましょうよ。これは知事と議会によっては間違った行政運営することあります。事実大阪でありましたから、これは有権者の皆さんがしっかりチェックしてもらって、その人たそういう人はやっぱり選挙で入れ替えていく、これをしてもらわなければならないと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。どうなるかな、皆さんぜひね、僕らとね分かっていただいて賛成としてもらいたいんで。はい、特別区になりましたら、はい、教育行政については、はい、今のところ特に何も言われていないので普通通りやと思われていますけれども、はい、案外特別区の予算が4区に分かれますと、それぞれの住民の市税で、区税で賄われるので、いろいろ保育所の区を渡るとか、教員の移動とか採用とかは区に限られるというふうに5年間の間に多分なるとは思うんですけど、そのあたりは全く言われていないので、これから先のことは分からないんですけども、市長の見解はどのようなものですか。はい、今大阪市は教育現場というのは420校の小中学校を指導監督助言をするのが教育委員会だ。420校の学校現場を目配せしながら、一つの教育委員会が今教育現場の指導監督助言運営をやっております。これ一つの教育委員会で全ての学校の現状を目配せして、それに寄り添う、これは大変な業務量労力がいるんです。で、今回特別区になりますと、学校の現場各区に教育委員会ができます。で、各区の自治体として分かれますから、学校現場がだいたい100校程度の学校を1つ、それぞれの教育委員会、4つの教育委員会が指導監督助言をして運営することになります。今よりは教育現場により目が行き届きやすくなります。420校見るの本当大変なんです。皆さんはご承知ないかもしれませんけど、大阪市って教育現場が千差万別なんです。例えば子どもの多い、子育て世帯の多い学校はすごいマンモス校になってます。教室が足りない。ところがあるエリアに行くと、過疎の学校のように1学年1クラスしかない学校現場もあるんです。実はその両方の学校現場は、この両方の学校現場のニーズっていうのは違います。だからこれらを確一的に一つの教育委員会じゃなく、その学校現場のニーズに合う形の教育環境を整えていこうということで、
100程度の学校を教育委員会がこれは指導監督助言する。今よりも教育現場に目が行き届きやすくなります。で、教員の採用について、これは原則その教育委員会が権限を持ってやりますけれども、全体でまとめてやる方がその、大勢人が、まあ、集めやすいとか、いい先生を迎え入れやすいとか、そのことも意見が聞いてます。特別区ができるのは2025年の1月ですから、これは賛成多数となった場合、僕が今市長ですから特別区ができるまでの間、一番、まあ、いい形で教員の採用制度というものを考えていきたいと思ってます。でも100校あれば十分教員の採用は可能です。というのも各市町村、30万規模の市町村でも自分たちで教員採用してやりくりをしておりますから、周りの、中核市でも。だからこれ全体でこの教員を採用する方がより子どもたちにいいのか、それともやっぱりその地域の特色に合った教員を採用する方が子どもたちのためになるのか、これは議論しながら特別区設置までの間にしっかり答えを作っていきたいと思っております。ありがとうございました。大体分かってもらいました。はい、どうぞ。つながらすみません、失礼します。はい、お願いします。市長、コロナ対策、ご苦労様です。あ、いえ、ございます。あの議員さんの、今定数86名で、公言されていると思うんですけど、今後2025年で AI であったりとかいろんな知能が入ってくると思うんですけど、議員さんの数はやっぱり減らないものですか？あの今大阪市内 の、 あの市議会の議員定数が86なんです。でまずはこの数で、この議員定数で、それぞれ特別区で、選挙をやって区議会議員というのをあの作っていきたいというふうに考えてます。で今おっしゃる通りなんです。議員定数これからどうするのというのは、これはもう今の時代テクノロジーも発達してますから、僕は我々維新の会とすると議員数は多すぎると思ってます。それは府議会ね、僕が府議会議員の頃に維新の会で大阪府議会において議員定数2割削減しました。108あったのが21、削減して109を88まで削減しました。その時も議員減らしたら地域の声が聞こえなくなる、共産党はよくこういうことを言ってました。いや今の時代もう皆さん一瞬で海の向こう海外ともつながれるんだから、皆さんの持ってる携帯一つ、そんなね議員が減ったからって住民の声が届きにくくなるなんてないよということで、2011年の5月議会で一挙に88決めてしまいましたけど、もうあれから10年近く時間が経ちましたけど、今大阪府議会において議員が少なくなって声が届きにくくなったなんていう苦情は一件もありません。これは議員の定数というのはこれから日本中でやっぱり議論すべきだし、僕は日本中で議員の数は多すぎると思っております。経費も高すぎると思ってます。今大阪は人口あたり一番、府議会は一番人口が少ない広域自治体ですし、隣の兵庫県は550万人なんですけども、議員数は87なんです。大阪880万で88ですから、十分そのぐらいの数で やれる。まあもっと言うなら、さらにテクノロジー発達すれば本当にねちょっと考えた方がいいなって、さらに考えれる余地は十分だと私はそう思っております。ただ今回は今の議員定数をそのまま横滑りで各区議会議員の数という形でしております。ありがとうございます。はい、
ですか。はい。質問というよりもお願いなんですけれど、はい、あの今東京の一極集中っていうのがいろんな問題になっていると思うんです。それで先ほど市長がおっしゃったように、あの強い一つの大阪になって、あの地方自治を統制させていっていただきたいと思うんですね、はい、でそのために大阪は地方のパイオニアとなって、あの進めていただきたいと思うんですけれど、そういう面も今後あの強調していっていただければいいかなと思うんですが、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あのまさに強い大阪を作るために、あの僕は万博を大阪に誘致したいということで、国と交渉して、国に手を挙げてもらって、2025年の万博も決定をいたしました。で、あの大阪の認知度、知名度を世界で上げていく、これをやっぱりどうしたらいいのか、これは去年 の、 あの G20 という国際会議です。日本で初めてなんです。世界最大規模の重要な会議を大阪でやったわけです。 G7 はあったけど、 G20 は日本で初めて大阪が開催できたわけです。世界中からトランプ大統領、プーチン大統領、習近平さん、みんな世界のメディア一緒に来るんです。メディアが、でこのメディアが大阪に来て、大阪っていうのはこういうとこだ、世界に発信してくれました。今まで日本といえば東京だったんです、世界から見た。今は日本といえば東京あるよね、あ、この間トランプが行った大阪ってあるよね、すごく認知度も上がってきてます、知名度。まあ、こういうことを府市一体でやってきましたんで、これからも府市一体で、まあ、それは東京一極じゃなくて二極と言われる、そういう大都市を作っていきたい、こういうふうに考えております。どうもご意見ありがとうございました。はい、すいません、今まで風と市の二重行政ということを言われてて、まあ、で市が解体するってことなんですけど、はい、本当風と風の二重行政にはならないのかなというのが一つ疑問なんで、そこのところ教えていただけますか。はい、いい質問ありがとうございます。これは役割が大きな仕事は特別区はしません。皆さんの身近な、僕は今市長で大きな仕事、例えば万博の用意、それから、何は筋線という鉄道の準備、それから淀川左岸線高速道路、それから港の管理、その仕事もやりながら小中学校の施設をどうしようとか、学校にクーラーつけようとか、給食を 無償化しようとか、それから、あのこれからあの妊婦健診をもうちょっと支援していこうとか、それから不妊治療をもう少し補助出していこうとか、もう大阪市長というのは、まあ、子供が生まれてから、それから大阪市はあの会場も持ってますから、墓地も持ってますから、まさに、ゆりかごから墓場までの仕事を大阪市はやりながら、大阪府知事と同じように万博の仕事、それから大きな鉄道の仕事、高速道路の仕事、港の仕事ってやるんです。で、僕らが今この都構想になって大きな仕事、高速道路や鉄道や大阪の成長戦略、大きな仕事の部分を大阪府に仕事を移譲していく、財源とセットで。特別区は今僕が市長とやっている、市長としてやっている子育て支援、それから教育、それから高齢者の皆さんの、まあ、ケア、これは、まあ特別養護老人ホームを作ったり、皆さんの身近な仕事を特別区長が今度やることになります。仕事がダブっておりませんから、重なっておりませんから、知事と特別区長で二重行政が発生することはありません。これが制度として大阪都構想をやろうという大きな理由の一つであります。分かっていただきましたか。ありがとうございます。何でも構いません。何から何から。何でもいいですよ。
はい、どうぞ。市長、いつもありがとうございます。どうもありがとうございます。あの子育てしているものなんですけど、本当に維新になってからもう大阪が変わってもう感謝しかないんですけれども、はい、ちょっとあの都構想のデマというか、あのなんか都構想になったら大阪が中国のべったりになるみたいなもう、ね、ありえへんやろと思ってるんですけど、はい、で市長もツイッターとかで否定されてると思うんですけど、ちょっと、はい、これね、もうありえない話なんです。で、そういうのはもう完全なデマで、まあ、確かにインバウンド、これをあの推進する中で、中国のお客さん増えました。僕は中国のお客さんに大阪でお金を使ってもらえれば、大阪の人、商売うまくいくから。そこはあのそういう方向で、やってきましたけど、大阪が中国化するなんていうのは全くありえないし、そもそもそんなことを地方自治体はできません。そんなの、中国の方だけを特別に長期滞在させていい権利なんていうのは大阪にはありません。これは国の権限ですから、我々がこの都構想になることで、まあ、中国化なんていうのはもう相手のもうこの何の根拠もないデマであります。ありがとうございました。いつもありがとうございます、はい、二重行政の話は、まあ、あのコンパクトにするし無駄をなくすという意味でとてもいいと思うんですけど、はい、今後今まで、観光に力を入れてたように、この中長期的に次何に力を入れていって、どういうふうにあの大阪を活性化させるかという、もうちょっと未来の話も聞きたいなと思うんですけど、はい、あのこれをするために僕万博に手を挙げたんです。それは何か、万博のテーマというのは命輝く未来社会のデザイン、これが万博のテーマです。これ2015年の、12月僕と橋本さんと、それから当時の安倍総理、菅官房長官で、僕は東京がオリンピックを決めました。その後オリンピック後の日本経済というものを考えても、やっぱり世界的なイベントをやっぱり日本に呼び込んでくる、その必要性と、もう一つ大阪でこの健康という部分で、これから超高齢化社会、今も高齢化社会もスタートする、そんな中で高齢者の皆さんが、高齢というのは誰でも年いくわけですから、人生最後までやっぱり自立して最後まで人生を楽しめる、そのようなものとサービス、世界中からこのニーズがあるわけです。でこれをテーマとして、こういうものを生み出す、それを大阪の産業の柱にしたい、で大阪ならできるということをその時訴えた。それは何か、大阪は昔から土壌町を中心にその創薬のメッカであること、それからまさに今再生医療、 iPS 細胞を使った再生医療というのは、これは山中先生大阪に住まれてて京大で研究されている。で、これを今実践しているのが阪大で澤先生というのが心臓で実践している。つい昨日おとついの新聞に出てました、神戸の理研という研究所でやっぱり目のこれを iPS 使った再生医療、今まさに実施をスタートされています。大阪というのは健康というものをテーマに、いろんな高いポテンシャルの技術、そして知恵、そういうものを持った人たちが集積してる。で、その分野で物とサービスを生み出していこうよ。だから万博のテーマは命輝く未来社会のデザインというものなんです。僕が大阪でまずこの基本設計した時は健康長寿って言ったんです。ほんならまあいろんな人から年寄り臭いなとか言われた。で、それがバージョンアップして命輝く未来社会のデザイン、この分野でぜひ大阪の新たなもの、サービス、
売り出して世界中の人がこれを、まあ、購入してもらう、そのようなことで万博きっかけに万博をきっかけとして世界に売り出していきたい、こう思ってます。それから最近もう一つ金融都市というのも出てきました。今菅総理が金融都市を競わせると言ってます。東京、福岡、大阪です。その今香港があの状態ですんで世界の金融マーケットの中心になろうよというようなことも菅総理が今打ち上げてきました。これもやはり非常に大阪ポテンシャル高いと思ってます。なんて言っても東京よりアジアに大阪の方が近い、そういうと福岡の方が近いですけど、経済規模から言うとまあ福岡よりは大阪だし、で大阪の場合はこれまでも規制緩和というのは徹底して政府に申し入れしてきました。今スーパーシティという法案もできまして、これも今手を挙げてます。梅北、夢島で指定をしてくれということで今我々国に向かって要望してますから、これまでの経緯そういうものも踏まえた中で非常に可能性高いなというふうには感じてます。こういうところでやはり大阪でものづくりが新たな分野に挑戦する、サービスも新たなサービスを生み出す、こういうことで大阪の経済を成長させていきたい、こういうふうに思います。ありがとうございました。では皆さん本当ありがとうございました。長時間まだまだまた疑問に思われるところあると思います。維新の府議会市議会議員、まあ、これ10年やってきてますから僕と同じように皆さんの疑問にお答えできます。もし分からなければ維新の議員捕まえて聞いてください、質問してください。しっかりと皆さんにお伝えをして理解をいただいた上でこの大阪、次の世代に輝く大阪、成長する大阪を、大阪と構想を実現して引き継いでいきたいと思ってますんで、ぜひ皆さん11月1日賛成と口コミお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。